Ready. Thank you.
をかざすこと、一つ過去を忘れないこと、一つ夢を見続けること、一つ諦めは悪いこと。レベルの総理もまだまだまだ足りない、パワーも MP もまだまだまだ足りない。今日はですね、まあ、第4火曜日ということで、
まあ、後ろを見れば分かると思うんですけど、まあ、第4火曜日はですね、私たちデビタンと生バンド演奏でのライブとなっておりますので、皆さんそちら楽しみにしててください。イエーイ。じゃあ早速登場してもらえますか。はい、よろしいですか。じゃあ、ルンさん、名付けを選んでミルフィーユ軍団さんのこと呼んでください。それではミルフィーユ軍団さんの登場です。テレテレテ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 、Mステだよ。ああ、Mステだよ。びっくりした。ルスさんね、日本人じゃないからね、しょうがない。Mステ知らないのもしょうがない。ちょっと分かんなかったけど。はい、じゃあ、まあ、ルンさんがね、名付け親であるミルフィーユ軍団の皆様です。よろしくお願いします。お願いします。この後の曲はね、はい、全部バンド編成でライブをやるわけなんですけど、結構曲数があるので皆さん、はい、バテないように私たちこの衣装じゃなくてなんで T シャツ買って、暑いからですね。暑いからみんなも暑かったらジャケットとか脱いでお酒も置いたりとか、全然脱いでくださいね。全裸以外許しますんで下着姿とか以外許しますんで、ジャケットとかは全然脱いじゃってください。はい、はい、じゃあそうですね、まず紹介しちゃっていいですかね。はい、はい、ミルフィーユ軍団さんのことを、今日も毎月毎月素敵な演奏をしてくださるんですけど、今日もさらにレベルアップしてさらに素晴らしい演奏をしてくださる、はい、ミルフィーユ軍団さんのメンバーを紹介したいと思います。イエーイ、やってました。はい、それではまずはドラムです。はい、次はおちょっといつも順番決まってるから、ちょっと次っていいですかね。はい、次はキーボード落合さん。変わり目だったありがとうございます。はい、そしてベース武井さん。そしてギター鈴木さん。はい、そして私たちデビタントでね、これからパフォーマンスを行っていきたいと思います。イエイイエイ、ウォウウォウ、イエイイエイ、ウォウウォウ。そして皆さんもね、もちろん、盛り上がっていただいてね、ミルフィーユ軍団、そしてデビタント、そして皆さんでこの会場をね、いっぱいいっぱい楽しんでいけたらいいなと思いますので、ぜひぜひ一緒に盛り上がって声を出してくれたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。拍手。あ、よし、えらい、えらい。はい、じゃあそれでは1曲目から飛ばしていきましょう。はい、大丈夫ですか。はい、それでは聴いてください。オーバーチュア。
最後かな。はい、それでは盛り上がっていきましょう。ニューワールド。楽しい魔法にかかってもらいたいと思います。盛り上がっていきましょう。デビデバビデブーン。デビデバビデデ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 ビデブーン。友達は骸骨、骸骨。友達はコウモリ、コウモリ。友達は
ということで3曲続けて聴いていただきました。はい、今ブレイクタイムです。今ブレイクタイムです。はい、みんな休むなら今です。いいよ、座っててもいいよ。座って休んでていいよ。お水持ってるか分かんないけど、お水飲んでてもいいよ。はい、お休みしてください。ということでですね、本日後ろで演奏してくださってるミルフィーユ軍団さんの映画ね、今日も素晴らしい演奏してくださってるのでですね、ぜひぜひそのね、素晴らしい演奏してくださってるミルフィーユ軍団さんのためにね、そこにちょっとあの貯金箱って言い方悪いね貯金箱がございますので、あの皆様のお気持ちをそっと入れていただけましたらとてもとても嬉しいです。よろしく、ぜひともよろしくお願いいたします。全額ミルフィーユ軍団さんに渡るので本当に、はい、お願いいたします。お願いします。はい、あとは何かありますかね。あとはですね、まあ、来月も定期がありますよっていうのとですね、来月の第4火曜日はですね、クリスマスイブだよっていう話ですね。知ってた？クリスマスイブわしらここや。クリスマスだってシミラもここや、よかったね、みんなクリスマス予定できたよ。嬉しい。いやそんなことないけど、でもさ、もうなんでクリスマスさ、クリスマスなんか予定あるって聞かれたら、僕デビタントの定期公演行くんですよって言ったら、もう予定あるじゃん。スキピと予定あるからって言って、もう言っちゃっていいよ。スキピと予定あるからって言って、あのここに来ていただければと思います。はい、はい、で、あの第5かな、第5火曜日がですね、あの31日なんですけど、あのないです、みんな年越しはないです。あの家であのこたつに入っててください。はい、はい、でさ、あの最後の今年最後の定期は24日となりますので、ぜひみんなね、今年最後デビタントで締めくくってください。クリスマスイブ、はい、うん、ね、シキピと過ごせるからクリスマスイブ合法的に、はい、あのそして忘れちゃいけない1月4日全然告知したねごめんなさい、全然あのお話が全然あのツイッターであの告知できてないんですけど、1月4日私たち、年を明けて初めてのライブ無料でございます、ワンマンでございます。そしていつもと違う会場、代々木ラボさんでワンマンを行わせていただきますので、はい、そちらもね、1月4日デビタントとあの予定を立てていただければとてもとても嬉しいです。よろしくお願いします。初詣は、はい、あの神様ではなく魔族にお願いいたします、はい、あの投げる金額が高くなれば高くなるほど、私たち魔族なんで現金主義なんで、あの願いは叶えるよ、うん、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、ということでね、残りの、3曲かな、もうね、さっきもね、みんなすごい元気に盛り上がってくれてとってもとても嬉しかったんですけど、さらにさらにみんなの元気な姿が見たい、私はみんなの元気な姿が見たいので、最後まで一緒に盛り上がってくれたら嬉しいなと思います。あ、よくできたよくできたよ、これはもう天才天才、すごいね、声のタイミングがぴったりだったびっくりしたすごいね、一心伝心してた、そこで褒めて使わそうナイスタイミングだったね。今来たばっかりっていう気持ちを全部気持ちを込めて声を出してくれたら嬉しいなと思います。最後まで盛り上がっていきましょうということで、じゃあルンさんが最後煽ろっか。ルンさんほら気合い入れるの上手だからさね、ルンさんみんなに向けてほら気合を入れてそうだね、超得意ですそういうのよし、あと3曲頑張るぞ。おー運動会じゃないんだからよい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 、あ、はい、よし頑張りましょう。これでルンさん気合入ったから大丈夫かな大丈夫かなはい、それでは3曲盛り上がってくれたらと思います。まずはこの曲でみんなの声が聞きたいな、聞いてください、ミッシング。巡る記憶刺さる感覚、何だって胸張ってそう
可愛い？超可愛いだよ。そう、このポーズになったということはみんな多分何の曲か分かると思う。聞いてください、デビルアンセム。いっぱいいっぱい可愛いって言ってくれたら嬉しいです。いいありがとう。はい、可愛いっていう部分も、あ、今日はあんのかな、ないのかな、わかんないけど、心の中で可愛いって思ってくれたら嬉しいです。いっぱい可愛い部分あるで、ということで最後盛り上がっていきましょう。魔族注入。あ、ちょっと待ってね、ごめんね、ちょっとまあ可愛いタイムまだ続くみたいなので、あのごめんね、ちょっともうちょっと喋ります。はい、はい、かわいいかわいい超かわいいかわいいかわいい超かわいいかわいいかわいい超かわいいアホみてえな声してんな。あのね、客席がついていけてないから、あの大丈夫大丈夫え、ありがとう、ついてきた、やった。お酒入んないとついてけないみたい、うちらのテンション、はい、お酒一滴も飲んでないよまだ。はい、あの、うん、みんな多分一滴も飲んでないはず。この後に美味しいお酒が待ってるから、そこまでね、あの、そう、絞り出した後、ね、体力をすべて絞り出した後のお酒は、あの、もう飲んでるやん、あの確実にね、美味しいので、最後の最後まで絞り出してからみんなで美味しいお酒を飲む。私も今日はお酒を飲む、違う、いつも飲んでるけど、はい、君はいつもね。私はいつも飲んでるわ、ごめんね、飲んでないみたいに言って、はい、はい、そうですね、そうかそうか。じゃあルンさんが何か話したいみたいだから話待って、ありがとう。じゃあ、今日のさ、服のテーマ教えてあげない。あ
なんで振った私に、お前人に振っときながらさ、これじゃあ自分で作ったジャージだよって言ってあげな。もう酔っちゃってるじゃん。大丈夫。あのね、見てあげて、ここにね、うっすらね、後ろの英語が見えるんだけど、これ自分で蝶々 あのやつつけてるからね、これね。でこのひらひらも自分でつけてるからね、これね。かわいかったから。で、夏これで現場来てたからね、六本木。かわいいかわいい。この格好で六本木にいる女、あなたぐらいよ、本当に。おはようってこの格好で。涼しかったからね、ちょうどよかった。ジャージよ、それジャージ。なんて言ってたんだっけ、あんまり良くない内容なんですけど、そうですよ、まあ、柔らかめに言うと、マイメロが好きそうなピンク担当の女の子をイメージしたんですよ、今日。分かります、この感じ。ハーフツインテールだったのも。ああ、なるほどね。そう、もうちげたんですけど、ごめん。そうそうそう、楽屋でずっとその話をしてた。そしたら、ね、なんかマイメロって言ったら、次、ね、ルンさんがね、しまむらって言ったの。マイメロとしまむら、シナモンって言おうとしたの、うん、そしたら、しまむらって言ってた。シナモンとしまむら間違えないで。マイメロって来た次にしまむらって来ると思わないじゃん。すごい、マイメロとしまむらよくコラボしてるねってことを伝えようとしたら、まさかのしまむらとシナモンを間違えてたっていうね。そう、びっくりした。ちょっと怒っちゃう。なんでルンさん私に振ったの、マジで。すごい、四文字合戦みたいになってるよ。ごめんよ。はい、はい、そんなコーデ紹介でした。今日のアマネオのコーデのテーマは、私のコーデのテーマですか。足が見えないようにするです。そうだね、もう全くね、ステージに同化して何も見えないんだよね。あ、怪我したんだね。怪我してて、膝の怪我が治らなくて。長くない？治りかけた時にまた新たに怪我を連生して、自転車から落ちて。みんなから魔力もらわないとデビタントの怪我治んないから、アマネの膝治したかったらみんなちょっと叫んでこう魔力上げて、じゃないと一生多分タイツだから。生足が見たかったらみんな魔力を私に注入してください。よろしくお願いします。お、すごいいい流れになった。無意図せずだったの。すごいいい流れになった今。はい、ありがとう。注入された。はい、ということでね、最後私だけじゃなくて他の2人もね、いっぱいいっぱい魔力注入してくれたらすごいすごい、頑張れるので、いっぱいいっぱい注入してくれたらなと思います。それでは最後いっぱい盛り上がっていきましょう。魔力注入。魔力違う、魔族。
日ねお越しいただきました。皆様本当に本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでですね、まあ、これでこのライブ本編は終了となってしまうんですけど、この後もですね特典会と乾杯がありますので、ぜひ皆さん残って私たちと乾杯して特典会を楽しんでいってくれればと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあね、大事な告知とかね、さっき言ったのとツイッターにも載せるので、ぜひあのみんな私たちデビタント広めていただければと思います。はい、ツイッターはですね、デビタントってカタカナでね検索したら出てくるよ。よろしく、よろしくお願いします。はい、ということでですね、ミルフィーユ軍団の皆様もありがとうございました。ありがとうございました。おい、ドラムさん甘いな。帰っちゃった、ちょっと早くて。はい。ということで、以上私たちデビタントとミルフィーユ